綺麗だね。 50m 上がってるからジャパンカップ1周分上がってるよ。緩やかだけど。ここ曲がると山の家、登ってってください。おいしいよ。とっても川が綺麗、清流大鷲川、マジ清流だよね。バーベキュー現場か。マナー悪いからね、バーベキューすること。ゴミ持ち帰んないからな。ゴミは持ち帰ってねえ。西大橋のコミセンのところでトイレ借りていきましょう。この赤い橋のところでトイレ借りれます。夏休みだね。この赤い橋のところでトイレが借りれます。ちょうど鹿沼の街の中からゆっくり漕いで1時間弱45分ぐらいかな。早い人だと30分ぐらいで来ちゃうんだろうけど、そんな感じなんで、ちょっとトイレ休憩したい人にはいいかも。公園トイレ、道沿いから歩いて3分ぐらいかな。じゃあお借りしましょう。めっちゃ西大橋ドローンスクールもあるよ。あ、ちゃんと1台1000円で止めてくれるんだ、いいね。ちゃんと川遊び用に整備されてる、えらい。こういうのあれば違法駐車も減るよね。えらいえらい、鹿沼市。で、どうせね、遊びたいんだから、ちゃんとした方がいい。多分市としてはコストかけても割には合わないんだろうけど、でも、すごいなんか適当になって汚くなっちゃうよりは、すごくいいと思うんで、マジで市頑張ってて偉いなと思います。綺麗な空だよ。大足ブルーとか言って差し支えないのではっていう、この青さ。え、わぁ、どうした、どうした、わかんない、飛んでる道が、ああ、なんか夏だからいろいろあるみたいだね。わぁ、だってさギスギスしてる。はは、暑いから。今ね、8時24分背中も暑い、暑い、暑さが厳しくなってきた。うん、これは小部ヶ原まででいいんじゃないの。ね、すごいね、かっこいいじゃん。お風呂を越えた後もきついね、結構ここも。最初の方が一番きついから。うんうん、第6カーブにして心拍バクバクになってきました。はあ、はあ、あ、ここが緩くなんだ、ちょっとありがてえ。超きつい、この8カーブのあたりマジできつい。ここから淡々と神社まで休みがないんだよね、きつい。標高634らしいですよ今。はあ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 、いや、きつい。だいたい登ってきましたね。はあ、きつかった。あの634メートルのミシルベ前後がマジできつい。はあ、こっちの明太読みだと鹿沼の町の中からは 500m ぐらい上昇してるって感じ。はあ、鹿沼って標高140ぐらいあんのかな。はあ、意識したことないけど。天狗の古峰神社で一服。結構登りじゃない？登ってってみる？そこだけ登って高さがあるから。うん。季節よもう。今回の反省点はマジで東京できるときにする、はあ、反省です。団子食っとくべきだった。
転ばないように行く行くか。林道横根線だってさ。怖え。うわうわうわ、ちょっと怖すぎでは。これオンロードのチャリで来るのは危ないよ。苔むしとるなマジうちの嫁怖いもんなしだな。バンバン行くな。俺は超怖いです。山の逆側に出ちゃったことかなこれ。今度日差しが戻りましたね。これスピード出しちゃうと下手すと街パンパン行きますね。怖い。それにしてもすごい道だ。ここ車で来たら結構やばいんじゃない。いちいち避けないところ通れないんじゃないの車の人。ここはマジで一般の方通らない方がいいような気がする。そうだね、アドベンチャーな人たちは別にいいんだろうけど、本当に普通の方は通らない方がいいよ。なかなか雄大な景色。落差すごい。下っていくか。やっと抜けたと思ったら車来ましたね。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここが良さそう。うん、かっこいい。2500円です。はい、じゃあちょうど置きます。はい、どうもありがとうございました。どうもごちそうさまでした。美味しかったです。